三木清三木清三木清八1897年1月5日から1945年9月26日は、西田佐派を含めた上での京都学派の哲学者、厚生大学文学部教授。戦時中に治安維持法違反で逮捕され獄死したが、死後刊行された人生論ノートは、終戦直後のベストセラーになった。弟に中国文学者の三木克美がいる。 兵庫県伊保郡平井村小上、後の辰野市、現、辰野市西町出身。旧生辰野中学校では、西田正雄、後の海軍大佐、戦艦比叡の最後の艦長が同級生で、三木は自席で、西田が主席であった。第一高等学校から、京都帝国大学に進み、西田北郎に指示する。 大学在学中は西田のみならず、東北帝国大学から転任してきた、田辺元康尾田喜一郎らからも、沢の学問的影響を受けた。また、谷川哲造、林達夫、小田秀虎との交友が始まり彼らの影響で和歌を多く読んだ。特に、谷川哲造とは懇意にしており、詩を作ると、いつも谷川に見せて批評してもらっていた。長田桃蔵の娘、 タキコに好意を寄せていたがタキコは谷川の妻となった。大学卒業後は大学院に進学しながら、第三高等学校、留国大学、第三高等学校ではなく、大谷大学であるという説もあるで教鞭を取る。1921年4月教育招集され3ヶ月間、姫路の不評を第十連隊で軍隊生活を送る。百二十二年には、 はたの聖一の推薦と岩波茂雄の資金的な支援を受けてドイツに留学する。ハイデルベルク大学でハインリヒ・リッケルトのゼミナールに参加し歴史哲学を研究した。1923年にはマールブルク大学に移りマルティン・ハイデッカーに指示。ニコライ・ハルトマンの講義にも出席した。ハイデッカーの女子カール・レイビットからの影響でフリードリヒ・ニーチェや 生連キルケゴールの実存哲学への興味を深めた。1924年にはパリに移り、大学に席を置かず、フランス語の日曜会話の勉強をした。この間パスカル研究を開始。1925年帰国し、翌年には諸女作、パスカルにおける人間の研究を発表。1927年には法政大学文学部哲学科主任教授となった。 三木は母校である京都帝大への就職を望んだものの叶わなかったが、谷沢栄一と荒川郁夫は女性問題のためにアカデミズム側から締め出しを送ったとしている。これは京都市当時期試験場所大上長藤江長隆の未亡人夫妻との大学院生時代の交際が問題視されたとあれる。夫妻の家は学生の集まる一種のサロンになっており、区学生の支援を良くしていた。 一方、親幹派の長野元綱は過去の女性関係が問題視されたと言われているが、口実であろう。中力幹が主記の中で、いわゆる後談的哲学者には頭があっても魂がない。と書いている。中力親しい場所では、後談哲学批判を口にしてもおかしくない。そのような若い研究者を帝国大学に受け入れるだけの度量が、田辺らにあってなお、 知りけることができなかった、中略友人にはは、それ以来、我が兄、我が子三木清を追い払った京都に、二度と来る気がしなかった。と語っている。と記述しており、原因については、意見が分かれている。同年12月に創刊された、岩波文庫とも深い関わりがあり、刊末の公約である、読書誌に宿りキスの総工は三木によって書かれたもので、ある。 小林伊ムが岩波書店を追われた際、これを援助するために、満鉄から依頼された、公演のための旅費1500円をすべて渡した。小林は、自らの元手に、この1500円を足して、鉄塔書院を起こした。この名を付けたのは、高田露伴である。ハニ・ゴローラと、雑誌、信仰科学の旗のもとにを起こして、単なる党派的な教場にとどまらない。 マルクス主義の創造的な展開も企てたが、1930年、日本共産党に資金提供をしたという理由によって逮捕され、転校を行った。法政大学を退職。この際の有罪判決によって、公式には教職に就けなくなったミキは、活動の場を分泌活動に移していった。1930年に、一人娘のヨ子コが生まれる後に、 東大文学部の初めての女性教官、長住陽子、長住陽子、近世通行防易士専攻の教授になる。清の妻、紀美子は、東端聖一の妹であるが、陽子の幼児に死亡。その後、ジャーナリズムで活動する日々が続くが、1930年代後半には、後藤龍之介ら、この絵踏み丸の友人たちが中心になって組織した、昭和研究会に、 積極的に参加し、その哲学的基礎づけ作業を担当した。ミキは、その際、共同主義という一種の多文化主義的な立場を掲げた。これは、軍部、特に陸軍の独創によって硬直する、日中関係に対する日本の側からの新作に、繋がるものとして、海軍から期待を集めたものの、中国の側からの知的応答もなく、現実的な力を持たないうちに短期間に色あせた。 ミキが投獄されたのは治安維持法違反であるから戦後を存命であればそれだけで戦後左翼の英雄となり得る可能性はあった。しかし治安維持法にて投獄されている機関にプロレタリア科学研究所哲学研究部主任を解任されており存命であれば足枷になった可能性はある。戦後間のミキ清著作集にはミキが 昭和研究会で取りまとめた、新日本の思想原理、新日本の思想原理続編共同主義の哲学的基礎には未収録。その後刊行した、前週第17巻に、新日本の思想原理、新日本の思想原理続編共同主義の哲学的基礎の両方が収録されている。東山茂今井聖一、藤原明教著、昭和史、旧版、岩波新書。 1959年には昭和研究会の革新メンバーとして、三輪の樹荘、老三聖堂、劉慎太郎など5人の名前は挙げておきながら、三木の名前だけは挙げていない。改定された昭和史、審判には、有馬頼康、安、風見明、三輪の樹荘、老三聖堂、劉慎太郎、笹広とともに、三木の名前も挙げられている。酒井昭和研究会の 第7章の2節には、ミキの昭和研究会文化研究部会参加に関する敬意が詳しく記載されている。総力戦体制に対する抵抗と関与という、領義的な態度は、同時代の天候知識人が抱える二面性であるが、ミキはその典型であった。すでに軍部と行動右翼によって、マルクス主義はもちろん、自由主義者もまた、 自律的な社会的活躍の余地を奪われていた。そのような政治的に非常に息苦しい状況にあって、総力戦体制の効率化、合理化は、一面では、体制派の主流に対する、ある種の批判的意見表明を可能にする最後の可能性と見えていた。しかし、昭和研究会は、軍部や保守勢力によって敵視され、不本意にも解散を余儀なくされたため、 やがてその流れは大制翼3会の中に取り込まれていく。そのことにより、総力戦動員の合理性に託して、何らかの社会変革を遂行するという知識人の当初の期待は、単なる戦争協力へと変質していくことになる。1930年代末から1940年代にかけては語学力を活かして、ヨーロッパの最先端の知的成果を取り入れながら、 マルクス主義をより大きな理論的枠組みの中で理解し直す構想力の論理を企ててたが未完に終わる。さらに最後には新蘭の思想に再び惹かれている。1945年治安維持法違反の被疑者高倉テが葬儀出席のために数日仮釈放中に逃亡した際に未期の疎開先を訪れた。そこで福や金を与えたことを理由に 検事交流処分を受け、東京拘置所に送られ、同6月に豊玉刑務所に移された。この刑務所は衛生状態が劣悪であったために、三木はそこで回線を病み、それに起因する腎臓病の悪化により、終戦後の9月26日に、独房の信頼から転がり落ちて死亡しているのを発見された。終戦から1ヶ月余りが経過していた。 遺体を収めた棺は二日後、深は角材門が借りた荷車を用いて、東端正一に引きられ、公園寺の三木の自宅に運ばれた。中島健造が三木の通夜の当日に、警視庁への降員から7月下旬まですぐ近くの官房にいて詳しく、様子を見たという青年から聞いた話として記している。ところによると、海鮮患者の使っていた毛布を消毒しないで、 ミキに使わせたために回線に罹患したという。同じ刑務所にいた中村武彦が監守から聞いたところによると取るに足らない微罪であったため、検事も刑務所もここで死なれては困るからと終戦後は早々に出す意向であったが、妻に先立たれて家族がおらず、身柄引き受け人が誰もいないため、釈放が難航した。走行ううしているうちに回線が悪化して、 猛烈な痒みで転げ回って、常に、寝台から落ちるため、監視からも放置され、全身が、おぶつまみれになって、悪臭の中、死んでいったという。三木の艶の席で、三木や尾崎秀美、戸坂淳と信仰のあった、松本慎一が、政治反則時釈放を、連合軍に嘆願しようと提案したが、その提案が、唐突すぎ、また場所柄もふさわしくなかったために、用意した。 炭願書の草案を取り出すことができなかった。前述の中村は、三木と同州であった、神山諸行も、中西伊夫も、すぐ近くの房にいて、革命は近いぞ、などと豪語しながら、彼には何だでを差し伸べず、すぐに引き取れば助かった者を、同志や弟子たちも引き取りにも差し入れにも現れなかった、ために、彼は死んだのであり、彼らが見殺しにしたも同然である。にもかかわらず、 日本帝国主義許せない、などとミキの死を生きるのは、偽善にも程があると、批判している。GHQ は、ミキの極死を知り大きなショックを受けた。敗戦からすでに1ヶ月余りを経ていながら、政治犯が獄中で過酷な抑圧を受け続けている、実態が判明し、占領軍当局を驚かせた。旧体制の破綻について、当時の日本の支配者層が、 いかに自覚が希薄であったのかについての実例である。この件を契機として治安一法の急遽撤廃が決められた。そもそも三木が獄中に囚われていたことを親しい友人たちですら知らされずにいたことも当時の公金制度の実態を表している。法名は真実院尺清志信。なお蔵書は法政大学に所蔵されている。1997年、辰野氏から。 名誉市民の称号が与えられた。第一高等学校の在学中、東京本郷で、弓道学者を主催していた新州大谷派僧侶の近住上官に接近し、単二章の講義を聞きに通う。また、二年生の時、倉石武四郎らと塩谷厚志の史実眼の読書会に参した。三年の時、西田喜太郎の禅の研究を読んで感激し、 哲学専攻の決意を固めた。ミキは1917年の京都帝国大学入学からドイツ留学に出発する1922年までの間に哲学研究史上に4本の論文を執筆している。個性の理解、批判哲学と歴史哲学、歴史的因果律の問題、個性の問題これらの論文はいずれも新刊と派哲学の立場から古と歴史の関係。 こと普遍の関係について考察した論文である。高校時代から岩波書店哲学総書で新刊と破哲学に親しんできた三木は、旗野誠一から西洋哲学を学ぶためには、キリスト教理解と歴史研究が要である、という示唆を受け歴史哲学を自身の中心的な研究テーマにした。旗野の推薦で岩波茂雄から出資を受けた三木は、6月24日、 高校時代から親しんできた新刊と派哲学の大御所リッケルトのいるハイデルベルクに留学を果たした。当時のドイツは第一次大戦後の混乱がまだ続いており、ベルサイユ体制の下での戦後秩序の回復を目指していた時期であった。ドイツは敗戦国として1320億金マルクの賠償金の支払いを命じられ経済が逼迫していた。そこに、 フランスによるルール占領が拍車をかけ、急激なインフレが進行していた。このインフレのため日本から送られてくる留学資金が潤沢になり、未気のみならず多くの日本人がドイツに滞在していて、知り合いとなる。歴史のハニゴロー、経済学の大内表へ、カント研究の天野定雄、後にハイデッカーについて学ぶ茎修造、哲学家から政治家になる、北銀吉、 キリスト教師学の石原健、経済学の車サメゾ作家の安倍次郎、経済学の藤田慶造、糸井康幸、黒政岩尾、帯半次、鈴木宗忠、大和様吉江などがいた。ハイデルベルクでは、古参の大御所から、焦燥の新進学者まで多くの人々と交わる、機会を得た。ゲオルグ・ジンメル、ジョージ・ジンメル1858から1918、 の下で学び1919 19年のハンガリー革命に参加したが敗れてドイツに亡命していたカールマンハイム、カールマンハイム1893の1947、後にヘーゲル全州の編参、観光で著名になるヘルマングロックナー、ギリシア哲学のエルンスト・ホフマン、ビルヘルム・ビンデルバントとリッケルトに支持したエミール・ラスク。 エミル・ラスック1875から1915の弟子で後に、東北帝国大学教授も務め、日本の休日の著者でもある、オイゲン・ヘリゲル、オイゲン・ヘリゲル1884から1955、らである。ミキの当初の留学の目的は、新ント派の研究を進めるためであり、特に、リッケルト教授について、さらに勉強するためであった。しかし、 日本にいる時からリッケルトの著作のほとんどを原点で読んでいたミキはリッケルトから新たな哲学上の発見が得られないと見ると1923年には新進の学者でリッケルトが非常に天文の豊かな人物と評したハイデッカーのイルマールブルクへと研究の拠点を移した。ミキは古典の解釈を中心として進められる。 ハイデッカーの演習に参加しながら新刊と派的な認識の対象としての歴史に加えて、性の存在論としての歴史、性の批評としての歴史という新たな歴史哲学研究の方法を学んだ。また、この頃、ハイデガーの助手を務めていたカール・レービットと親しく交わった。マールブルクを離れてパリに移ってからも手紙で読書の指南を受け、ビルヘルム・デルタイ、フリードリヒ・シュレーゲル、 フンボルトや当時の流行思想であった不安の哲学や不安の文学に耐える興味を喚起された。ニーチェやキルケゴールなどの実存哲学、ドストエフスキーの小説などを単独したのもデイビッドの影響である。1924年8月ミキはパリを訪れた。ミキはパスカル研究をこの冬頃、ふとパスカルを手にし心を捉えられて、 その研究に専念し始めた、三木清全集週20巻年譜325ページ1行目より、引用とあるうに、冬から開始し、1925年2月に、その第一論文、パスカルと生の存在論的解釈を完成した。これは日本に送られ、同年5月、雑誌、思想の第43号に掲載される。第二論文、愛の常年に関する説パスカル覚え書きは、 同年8月の第46号、第3論文、パスカルの方法は、同年11月の第49号、第4論文、3つの秩序は、パリから送付はされたが、なぜか掲載されず、第5論文、パスカルの賭けは、同年12月の第50号に載った。はじめは、第7論文まで計画していたと思われるが、それは、ならず、 1925年10月に帰国後、第6論文、宗教における生の解釈を書き加えて、1926年6月、パスカルにおける人間の研究として、岩波書店から出版された。フランスより帰国後パスカル研究者として、日本で評価されるものの、日本国内でのマルクス主義の台頭の中、ミキも、マルクス主義について、研究を始める。しかし、 三木のマルクス主義研究はあくまでも研究であって三木がマルクス主義者になったわけではない。親三木派の赤松常博が三木がマルクス主義者になったわけではない。三木清哲学的施策の奇跡79ページ15から16行目より引用と記載しており、反三木派の戸坂淳は三木清氏と三木哲学の中でも三木の思想の変遷について批判しており、 ミキのマルクス主義についてもミキの歴史哲学の発展であると述べマルクス主義者になったわけではないと論じている。いずれにしてもミキは1930年昭和5年5月に日本共産党に資金を提供したという権威で検挙され11月に懲役1年執行猶予2年の判決を受けて転校を余儀なくされる。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。